ようこそいらっしゃいました。時間通りですね。褒めてあげましょう。万が一にも遅刻をする、他の用事を済ませてこちらを後回しにするなどという事態になった時、悪の女神としてアウェイクするのもやむなしでしたが、杞憂だったようですね。ま、当然といえば当然だけど。それではこちらを受け取りなさい。私から日頃の奉仕に対する報奨です。それともご褒美と言った方がいいかしら。地球ではそういうのが流行っているのでしょう。待って、開けないで。相変わらずデリカシーのない。それを開けるのは今日の行事が終わってからです。何のためにここに呼んだと思っているの。知っての通り、私はスペース進化下流の総統ですが、ずっとダークマンアンナで修行をしていたので、ほら、わかるでしょ。日本の文化を知識でしか知らないというか、10年以上蓄え続けた憧れが破裂しそうというか、この機会に禅や擬音、芸妓の奥義を習得し、より完璧な剣士にならなくてはなりません。つまり。ええ、理想的な反応です。話の早い中堅は好きよ。じゃあ、まずは南禅寺に行きましょう。インスタ映えのする橋があると有名です。その後は、東本願寺と西本願寺。もちろん稲荷大社も外せません。寄り道なんてさせないから。丸一日私の付き人をすることね、マスター。バレンタイン、こっちの宇宙にもこの伝説があったなんて。もう名打てのバウンティーハンターになったのに、周りの雰囲気につられて用意しちゃったけど、何時これはと思った相手あらば、自らのチョコを持ってゲットせよ。クイーンズに伝わるカップル成立 100% の噂話。まさか私がこんな流行りに乗せられるなんて。いえ、そもそもあいつこっちに来るのかな。やっぱり禅の私か女神な私の方が。ってアロハ？アロハ着てる？いつもと服装のノリが違くない？いいけど。まあ時間通りね。こんにちは、グッモーニング。場所に合わせたコーデもなかなかだし、ゆうべは眠れなくて準備万端ってところかしら。そう、鈍感なあなたでも今日がスペシャルな日だってことは分かってるんだ。余裕いっぱいに見えたのは気のせいってことね。それじゃあ、はい。ここでは開けずに後で味わって食べなさい。もちろん味と見た目は保証付き。これでもクイーンズ出身のお嬢様ですから、私。それで感想は？
何かコメントないわけ？へえ、バレンタインでチョコもらうの慣れてるんだ。そうよね、カルデアってサーバントだらけだし、思ってたのと違うって感じ。まさか、クイーンズで嫌っていうほどやっていました。チョコを作ってクラスメイト同士で品評会をして、来年こそはって互いを牽制し合う楽しいイベントをね。ああ、でもお父様にはチョコをあげたかったんだけど。リン、いいかね、バレンタインだからといって浮かれないように、いかなる時もレディーたれ、たとえ父親であろうと軽々にチョコを送ってはいけない。いいね、決して送ってはいけない、決して。紳士は甘いものは好きではないとしても絶対だ、なんて言うから自粛したの。お父様ケーキとか食べなかったしね。まあそういう意味で言うと、チョコを誰かにあげるのはこれが初めてだけど、どうせなら一番がいいでしょ。朝一に呼びつけたのはそういうこと。二番手になるのは性に合わないから真っ先に済ませただけ。別に誰よりも先にあげたかったわけじゃないから、そこは勘違いしないでね。そうしれっと返せるところが信用できない。ユニバースじゃ私に頼りきりだったくせに生意気。でもまあそこまで言うなら当てにしていいのよね、私のお姫様。お父様から止められていたけど、一度でいいからカジノで豪遊してみたかったの。時間はたっぷりあるし、今日一日のエスコートよろしくね、マスター遊園地に来てみました。ごきげんよう、地球のマスター。時間通りの行動評価に値します。このボスキャラ感あふれる私にどん引かず、よくやってきました。その信心深さに免じて、女神神殿を降臨させることを自粛して、なんてこと、呆れるわ。何をやっているのかしら、私たち。あなた、これが一度目ではないのね。百万回死んだマスターといったところ、マスターとは何度も死ぬものと伝承にもあったけれど、そう、何度ひどい目に遭わされても、私からのチョコが欲しいということなのね、父兄。そして身の程知らずな人間、物理学の限界を超える気、熱敵史を覆すほどの情熱だわ。間違いなくこれほど強く愛される私は、やはり女神の中の女神ということを、あなたは証明したわけですね。いいわ、善と悪の私には、私がうまくごまかしておいてあげる。時空を歪めてちょちょいのちょいよ。私の愛の前にはどうでもいい話だし。
それより、はい、これを受け取りなさい。全身全霊で避けないで。大丈夫、当たっても恋の炎に焼かれるだけです。原始の女神があなたたちの流儀に合わせて作った初めての最新の作業、銀河級ラブラブチョコレートよ。食べてね。ちなみに、惑星が崩壊するほどの復讐心と情熱を込めてみたわ。最後のは冗談。うまく伝わらないものね、言葉って。マスター?私、うまくできているかしら?ありがとう。あなたのそういうところ、好きよ。では、バレンタインの儀式を始めましょう。まずは小さめのコースター。その後はミラーハウス。ティーカップ、落下パラソル、ポップコーンに、最後はメリーゴーラウンド。祝福の儀式だもの。回る順番がとても大切だと聞いているわ。ええ、実のところかねてから興味がありすぎて胸の中がスーパーノバ爆発していたの。でも今は他の事柄で爆発しているけど、最後まで抑えきれるかしら。そうなってもきっとあなたが止めてくれるから安心ね。最高の一日を。私たち三人分、輝くような思い出をちょうだい、マスター。